まっすぐまっすぐ、そうそうそう、まっすぐまっすぐなんかす顔が寒い、顔が寒いです。ダイナミックセイちゃん。セイキンミュージック、セイキン TV。 はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。セイキン親子でスキー2024。昨年初めて親子でスキーをしたんですけれども、ちびきもすごく楽しんでましたし、冬の間しかスキーはできないということもありまして、毎年行けたらねっていう話をしてたんですけれども、今年も遊びに行ってまいりました。今回はその様子をお届けしたいと思います。昨年はですね、たまたますごく天気が良かったんですけれども、今年はですね、お山さんがちょいと不機嫌で、なかなかの天候だったんですよ。雪も降ってましたし、ガスもかかってて、気温もすごく低かったので、あまり長い時間ね撮影ができなかったんですけれども、ぜひ最後までご覧ください。雨ですが、山は雪かな。よーし、行くぞスキー。ちょっと天気悪いけど、ただね、山に行ったら雪になると思うんだよね。右足くん、よろしくね。左足くん、頑張ろうね。歩けばお腹が空いてくる。歩けば大きく強くなる。はい、終わり。はい、だいぶ山に登ってきました。雪が増えてきたね。イエスイエス。下の方はね、結構雨だったりするんですけど、上来るとね、やっぱ雪になってくるんですよね。いや、ちょっと海外風。最近覚えた、最近覚えた。うなずくときはいや、英語できる風ちょっと去年よりは結構天気悪いかもしれないけど、まあこれが雪山ってもんですね。お、全然雪あるね。すごい人いるじゃん。え、人、人もそれいるでしょおお、いい感じで積もってるじゃん。これ去年来たとこ。あ、去年練習したのそこ。へー、うん。どう、雪は楽しい。うん、よかったね。父さん、彼はさっきから登山をしたがっています。雪よ靴がなるかないからね、硬いから、うん、大丈夫ですか。あはい、じゃあスキーを履こう。はい、じゃあ履いて。また履くね。ん、これを足をこう入れて、待ってて、これでこれでグッと踏む。よし、はい、こっちも反対も、まっすぐね、まっすぐやってグン。おい、来た、いいですね1年ぶりだからね。お、すごいじゃん。お、すごいぞ。どう、ストック使う。はい、ストック使う。手を入れて、これで持てる。こう、そう、はい、うん、イエーイ。
おお、いいね。いいね、いいね。よし、じゃあまずは練習。そこパーキー。いいよ。うん、行くよ、じゃあこれ。まっすぐね。ここ行けるかも。今ドリフトした。ちょっと待ってね。すごいね、何でもできるね。うん、それ自分で撮るのすごいね。それはね、こう滑ってみようかね。まっすぐ。うん、これでまずはなだらかな。よいしょ。さあ来い。1年経ってるからね、できるかな。お、いけるか。まっすぐまっすぐ、そうそうそう、まっすぐまっすぐ。なんかすなんかさ、ちょっとあのちょっとスノーボードスタイルになってたけどね。上手だったよ。いやいや上手、あの1年ぶりにしては大丈夫だよ。すごい上手。うん、もう一回やってみる。スタート。あれ、あれ、いいじゃん。なんで上手、上手だよ、うまいよ。君転ばないもんね、やっぱね。うまいじゃん。こっちこっち。しっかりまっすぐまっすぐ。そう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 。おお。すごい。すごいじゃん。さあ来れるのか。うまいぞ。いいぞいいぞ。よし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 。お。上手上手。ではリフト行ってきます。はい、お願いします。よいしょ。はい、どうも。はい、よし、行くぞ行くぞ。なぁ、早い、いつもより。よし。いや、今日はちょっとね、去年より天気がちょっと厳しい感じはありますが、これが雪山です。はいね。よし、上行くぞ。上行けば滑れるようになるよ。ちょっとまだね、今感覚戻ってないと思うんですけど、もう一回滑ればね、戻ってくるから。こんなに高いんだよ、これね。ちょっと待ってね。どう、久々のリフトは。めちゃめちゃ楽しい。めちゃめちゃ楽しいでしょ。ちょっと天気悪いけど、まあ大丈夫だね。天気悪いの僕好きだから。あ、そう。なるほど、子供は天気が悪い方が逆に楽しいっていうね。まあ、僕もね、本当に1年ぶりなんで、ちょっとね、やっぱりね、運動不足なもんで、だいぶ体がなまってるんですけど。あのはしごは誰のはしごなの？このはしご？うん、これはみんなのはしごです。誰に登るの？これはね、係員のおじさんかな。はい、今年のスキー板はヨシニョールです。ちょっと雪積もっちゃって見えづらいんだけど、これね、いいスキー板なんですよ。あのレンタルなんですけどね。はい、こんないいスキーが借りられます。お、あっという間に降り場が見えてきました。君はリフトが好きだね。高くて面白い。うん、捕まって降りるよ。はい、行きますよ。はい、板滑らして、板まっすぐで。はい、まっすぐね、まっすぐまっすぐ。前に体重かけましょう。はい、どうも。はい、よいしょ。 OK。 はい、なんとか無事頂上ではないんですが、大丈夫、リフトの上まで着きました。はい、はい、それでは滑ってみましょう。それではセイキン&チビキン2024スキー行きましょう。よし。おお、天気が厳しい。天気が厳しいけど行けるぞ。なかなかの天気です。今日はなかなか大荒れです。
はい、大荒れですが頑張っております。おおおおよーし。はい、本日は大荒れです。なかなかの天気ですねこれは。まあでも山ってねこんなもんなんですよね。どう？楽しかった。よし。でもあんな後ろ見て、あんな下がったところどうやって行くの？向こうね。いや去年もねここ滑ったコースなんですけどね、一応ね一番簡単なコースです。ここあの子供たちでもね滑りやすいという簡単なコースなんですけど、なかなかねスキーというのは結構体力を使うんですよ。しかし伝説のスキーヤー関 TV、 まだまだ攻め込んでいこう。僕だっているからね。あ、僕もいけるぞ。それでは行こう。まっすぐね、まっすぐ。そうそうそう、上手上手。まあ1年ぶりなんでね、ちょっと慣らしながら滑っていきたいと思います。いいよ。そう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 、うまいじゃん。はい、こんな感じでねやってます。僕がねこうやってちょっとスピードをちょっと調節してるんで。顔が寒い、顔が寒いです。なんか曲がってない。大丈夫大丈夫、任せてみよう。あと任せてよ。そう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 、さあ来ました、白樺カプセル。来ました白樺カプセルペアリフト。よいしょ。すごいでしょ。すごい。これすごいだろ、カプセル。ほら。雪が入ってこないでしょ。うん。はい、こういう風にね、これあのカプセルになってるんですよ。ほら。あのさっきのリフトよりちょっと上の方まで行きます。っていうか倍ぐらい上まで行くね。このリフトはね、あのヒカキンとはね去年乗ってます。あと僕ソロでも来てます。ただチビキンとこのリフト乗るのは初ですね。本来5歳で行くのはちょっときついんですけど、まあせいちゃんがいるから大丈夫でしょう。後ろ空いてる。そうなんだ、これ後ろ空いてるんだね、こういう感じでね。後ろ空いてるんだけど、まあ基本的にね前に進んでるんで、前からの雪や風を防ぐことができます。で一応ここにねこういうバーがついてますね。はい、これ捕まってると安全です。昔の感覚があるんで技術的な部分はね比較的一応ある方だと思うんですけど、足腰きちゃうんだよね。思ってる以上にね体力使うんですよ。あとね、まあちょっと今日天候も悪いんでね、それもあってちょっとねより体力消耗が激しいですが、伝説のスキーヤーとして頑張りたいと思います。はい、一面の銀世界。まあ大体ねこのリフトでゲレンデの中間、まあ3分の2ぐらいまでは来てます。でさらに上に行くリフトもあるんですけど、まあ、チビキンだとちょっときついと思うんで、今回はねこのリフトまでにしようかなと思ってます。これ僕がね子供の頃からあるリフトだからね。今日は2月だからね。よくわかったね。え、だって昨日幼稚園で先生に教えてもらったもん。幼稚園はすごいな。何でも教えてくれるもん。幼稚園は何でも教えてくれる、すごいね。地球って丸いの？すごい会話になってきたな。どこまで高いと地球は丸いよ。なんで丸いの？スキー場に来ると地球が丸いことに気づくようですね。ついてるよ。うわ、てかスノーパークちょっと変わってる。ここね、あのスノーパークって言ってジャンプ台あるんですよ。ちょっとでかいな、ジャンプ台。ちょっとあれは厳しいな。ちょ、昔だったらできてたけど、ちょっとブランクがあるっていうか、足腰弱ってるからね。
い、どうもありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうしますよ。はいはい、こうだね。よしよしよし。うわ、結構急だなこれ。はい、結構急です。いや、やっぱりさっきよりだいぶ急にはなるよね、斜面もね。潜ってる。お、なんか大会みたいにやってんの。練習か。あ、なんか試合の練習みたいにやってんのね。僕も昔ああいうのやりましたよ。こんな結構な距離だね。結構な距離だよ、 1700m あるからね。見えないよ、ママたちが。はい、それでは行きます。おお、はい、こんな感じですけど、まあ、あの景色楽しみながらね、下っていきたいと思います。こっち行くか。いい景色。ああ、いい景色でしょ。景色を楽しむのも好きだからね。こっちだな、まっすぐだよ、靴ね。そうそうそう、来てるよ。おおおお、いい、楽しい。ほら楽しい。うわー、すごい、見てこれ、ジャンプ台。ほら、行ってみたい。これジャンプ台です。さあ、伝説のスキーヤー、セイキン&チビキン、伝説の滑りを披露しています。どんどん上手くなってってるんです。はい、そう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 、ちょびっと曲げて、ちょびっとだけ曲げていいよ、そうやって。そうそうそう、幅と同じに方向に。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。いいよ。おいおい、大丈夫か。大丈夫だ。これのおかげで。おお、こんなところに木があったな。木でのおかげで止まってくれた。こんなところに木がありました。ちびきもね、止まり方をちょっと覚えましたね。スキー板をね、山側にちょっと倒すんですよ。山側に倒すとグッと刺さって止まるんですよね。そのスキーのね、ここに金具がついてて、ここがね、雪に刺さるんで、グッてやると止まります。こんな感じ？そう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 、上手上手。うまいじゃん。これができるとね、止まることができるようになりますね。今ね、半分ぐらい来たから、あと半分です。いけそう？頑張るぞー。いい、頑張るぞー。イエーイ。いいよ、上手上手。いやー、ちょっとやっぱり坂が急になってくるとね、あのスピードを抑える方がきついんだよね。よし、もう一度ほら見て、あそこジャンプ台わかる？ほら、あのジャンプ台がすごいな。おお、いやー、さっきよりかちょっと雪が弱くなりましたね。はい、少し視界が良くなりました。いいじゃない。ちょっとジャンプ台はまだ早いんでね、我々には。はい、今だってまだ早いよ。いや、私はできるけど、ちょっとブランクあるからね、無理しない方がいい、怪我しちゃうと困るから。パパがね。そう、パパと僕が。さっきよりちょっと天気良くなったね。さっきよりマシだね。うん、上手上手。うん、どう、慣れてきた。うん、うん、いい天気になってきた。ちょっと晴れてきた。ジャンプ台すごいでしょ、ジャンプ台。ジャンプ台の下にいると危ないからね。前に体重をかけるよ。まあそうだね、体重のかけ方は前、ちょっと前ぐらいがいいんだよね。まあ真ん中から前ぐらい。あんま前にやるとまた突っかかると困るから、少しまっすぐぐらいでいいよ。突っ込むと。うん、そうそうそう、まっすぐまっすぐっていうことね。まっすぐ滑るのが基本です。あれ、僕立ってジャンプ台中止ね。ジャンプ台は中止です。はいはい、ジャンプ台と横を取ってる。ちょっと晴れてきたね、いいね。足が限界が来てんだよな、もうすでに。僕はまだ大丈夫。いや、いい景色だね、やっぱりね。はい、なりました。ちょっとね、晴れてくれたおかげで寒さが減りました。そう、なる寒い。だいぶ視界が変わりますからね。ほんと30分とかで結構変わるから。雪質がいいね。ふわふわなんだよ。ふわふわなんだけど寒い。寒いよな。まあ、ちびきはね、都会育ちなんで、寒さに弱いかもしれません。はい、よいしょ。早すぎだよ。早い、ね、早い早い、はい、早いです。お、見えてきたよ、街が。街が見えてきた。あそこにママがいる。斜めに、ね、大丈夫、大丈夫。え、大丈夫で、こうだから、ほら、こう曲がっていくから、ヒュッ曲がっていきますね。今年はちょっとターンも入れて、去年はね、あのターンしてなかったからね。スピード出るよ、ここ。いやいや、大丈夫。ほら、ちょっと曲げてこう、そう、はいはい、素晴らしい景色です。
あ、ちょっと足が限界。 1700m クリアです。やりました。はい、ついに成金一人になりました。はい、ちびきんが疲れてしまったということで僕一人になりました。まあ大人でも疲れちゃうんでね、5歳児はまあさすがに疲れますよね。ということで本日最後はせいちゃんソロスキー行ってみたいと思います。あ、もちろんストックはありません。はい、別にストックを持たないことがすごいわけではないんですけど、カメラ片手に持ってるんで、片方だけ持ってもなんか中途半端じゃないですか。じゃあいらないかっていう話なんですよね。はい、なのでいつもストックなしでやってるんですけど、本当はストック持った方がね滑りやすいんですよね。やっぱりこうバランス取りやすいんでね、ターンとかもやりやすいし、本当はストックを持った方がいいんですけど、ただしね僕は YouTube なんでね、やっぱり撮影優先、撮影優先ってことになってきますよね。なんと最後はほとんど見えません。大荒れです。まあ最後はねちょっと僕視点でちょっとまともな滑りをじゃあしていきたいと思います。うわマジで見えないなこれ。いやこれすごい見えないね。視界悪いわ。視界悪いけど、まあ伝説のスキーヤースイちゃん滑っていきます。皆さんにもねちょっと気持ちのいい映像を届けたいということで、ストックを持っているかのごとく滑っていく。よいしょ。あ、ちょっと下来たら晴れてきた。ちょっとはねこうまともな滑りもね皆さんに最後ぐらいはちょっとお見せしたいなっていうことで、このやっぱ景色を楽しむのがスキーの醍醐味ですからね。このスピード感と景色、いい景色です。こっち視点で滑ってみようか。こっち視点でね、僕目線でね、雪もなかなかね雪質いいですよ。はい、うわちょっと足取られるけど、やばい、なんか去年より足くるな。運動不足だな。でも最近のスキーター曲がりやすいね。いや足が疲れちゃう、足が疲れちゃう。雪山 TV、 雪山 TV、 これ引退になっちゃうよこれ。よっしゃ、最後はダイナミックな映像で、ダイナミックな、よし行こう。ダイナミックせいちゃん、元スキーヤーダイナミックせいちゃん、ストックを持っているかのように滑ります。はい、ということで少しは気持ちいい映像がお見せできたんじゃないかと思います。以上、雪山 TV でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。ご覧いただいた通りですね、天候気温ともにかなり厳しい条件ではあったので、あまり長くはね撮影できなかったんですけれども、最後までご覧いただきありがとうございました。まあ、そもそもスキー自体かなり難しいですし、ちびきんも去年1回滑っただけなので、まあ、そもそも上達するっていうこと自体が難しいんですけれども、まあ、思い出としてね頭の片隅に少し残ってたら嬉しいなと思います。で、実はですね今後まだスキー動画撮影しております。
まあ、次回のスキー動画はですね、いつものスキー場じゃなくてまた違ったスキー場に初めて攻め込んでおりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。僕が毎年滑らせていただいている池の平温泉アルペンブリックスキー場、初心者から上級者まで、すごく楽しめるスキー場になっておりますので、皆さんぜひせいちゃんの地元のスキー場お越しください。それではまたお会いしましょう。 See you next time.